はい、あたちです。今日も一日のんのりミット外してワクワクだけでいきましょう。いやー、昨日ねちょっと衝撃的に悲しい話を聞いて、衝撃的に悲しい話だね。まあ最終的にはしがみつくなってことを言いたいんだけど、いやね、昨日ね放送作家の後輩とちょっとご飯食べ行ったんですよ。細坂の後輩、そいつは30、まあまあ5ぐらい、まあまあ油が乗った頑張ってる放送作家ですよ。でね、いやそいつから話を聞いたら、まあまあ A さんっていう放送作家としようか。この A さんっていうのは俺とほぼ同じくらいの時代に活躍した、俺の年もほぼ一緒ぐらい、俺よりちょっと上かな、1個ぐらい上かなの放送作家なんだ。結構俺と同じくらい活躍していた、イコールものすごく活躍してたってことよ。なんだよ、自慢かよ、最初から。いや、その、まあまあ A さんって、俺はあまり親しくないんだけど、まあまあ俺の時代に俺と同じくらいに活躍した放送作家だよ。俺と年多分1個か2個上だよ。が、の、いや、たまたまその俺の昨日ご飯を食った後輩の放送作家はこの A さんと親しかったよね、昔。で、なんか飯食ってる中で、そういえばね、A さんって最近どうなのみたいな話をしたんだよ。そしたらこいつの報告がもう悲しすぎて、その A さんがね、もう50も過ぎた放送作家だよ。仕事がないんだって。いや、だってそうじゃん、放送作家っていうのは基本やっぱりさ、こう、よろしくお願いしますみたいな、もう夜中でも飛んできますみたいなさ、まあ若い人が適してる仕事なんだよ。アイデアもいっぱいさ、まあアイデアの量は負けてないよ別に、でも若い人が適してる仕事なんだよ。だからねえ、だって50過ぎてプロ野球選手はできないじゃん。うん、でもその人は放送作家にしがみついてるんだよ今でも。そして仕事が全然ないんだって。そしてね、毎日毎日若手のテレビ局のプロデューサーのところに電話かけてんだって。テレビ局のプロデューサーっていうのはもう今俺からしてみりゃもともとペーペーの AD だったやつらだよ。俺がもうバリバリやってる頃に局員として入ってきた新入生の1年生とか2年生とか3年生の局員が今プロデューサーだよ、ね、だからその人もそうだよ。だから自分より全然10歳だ、20歳はおばだけど17歳年下の、なんだったら昔ペーペーの AD だった局員に毎日電話して、まあなんかそんなあからさまにさ仕事なんかないですかとは言わないけど、営業の電話いつもしてんだって。そしてそのまあまあその俺の後輩の作家はそのいつも電話がその人からかかってくるプロデューサーと、まあもうほぼ同じくらいの年で頑張ってやってるから愚痴を聞くらしいんだよこいつが。聞いたら、いやー、なんとかってじじいも毎日電話かけてきてうっとうしいんだよって言ってんだって。もちろんその A さんには直接は言わないよ。 A さんから電話かかってきたらもちろんさ、あ、お世話になってます本当にありがとうございましたみたいな、あ、もちろんまたよろしくお願いしますみたいなこと言ってると思うんだけど、その今現役でやってるプロデューサーたち、30代40代ぐらいのプロデューサーたちがうっとうしいんだよ、放送作家のじじいは毎日電話かけてきてよって言ってんだって、この頃の後輩の放送作家に向かって。悲しい話だよね、悲しい話だよね。いや、だから何が言いたいかというと、いかに生きるかだよ、いかに生きるかだよ。しがみつくのやめようよ。俺は分かったんだよ。俺も40歳ぐらいの時に、もう今52だけど、40歳ぐらいの時に俺はもう見えたんだよ自分の未来が。あ、そんな感じになっちゃうなっていうのが俺はもう予感できたんだよ、あと10年経ったら。だってどんどん年取ってもっと若い放送作家、俺より安い値段で使える放送作家がいっぱい出てきて、電話一本で夜中だって飛んでくるやつがいっぱい出てくる中で、言うこと聞かねえし、じじいだし単価も高いしさ、絶対そのうち用がなくなるなっていうのは俺は分かったんだよ10年ぐらい前に。だから俺はしがみつかなかったんだ、手放したんだよ。うんうん、テレビなんかいい、テレビやんないみたいな。もちろんやるけど、別に俺の主戦場は主な戦う場所はそこにしないって俺決めたんだよ10年前、5、6年前はちょっと忘れたけど、それでちょっとこっちの側に、俺が個人コンテンツホルダーとしてテレビ局にお世話にならなくてもできる仕事っていう方にシフトしてきたわけさ。それは俺が手放せたからだよ。手放す時は不安だったよ、そりゃすごい葛藤もあったよ。でも思い切って手放せたから、
その A さんみたいなさ、かっこ悪いしょっぱい50のじじいになんなくて済んだわけじゃん。その時そういうのね、そういうのもちょっと偉そうなこと今ちょっと一瞬言ったけど、もうなんかもう好きに自由に楽しく毎日ってなれたわけじゃん。でも俺もその時手放すことができずにテレビテレビってしがみついたら、多分その A さんと同じになってるよ。まあ、ちなみに A さんって言ってるわけで、あから始まる人じゃないからね、別にね。そういう変な詮索をやめてよ。そんな詮索もしねえから、どうでもいいかんってことだ。ね。いやー、だから、しがみつくのはやめよう。思い切って手放そう。そしたら新しいものが起きる。そして、やっぱり美しく生きよう。生きていて自分が美しい人間でいようよ。今俺自分にも言い聞かせた。どっかでさ、かっこ悪いな、私。かっこ悪いことやって、しょっぱいことやっちゃってんなっていうのやめよう、やっぱ。美しく生きよう。それが大事かな。ね。ちょっと余談かもしれないけど、俺もまあもちろん今でも放送作家だし、テレビの仕事ももちろんやらせていただいてるけど、俺実は今ちょっと偉そうなこと言うかもしれないけど、俺いつも全部ノーギャラでやってるから、もうギャラはいりませんとかやってるから、ちょっとかっこいいでしょ、生き方美しいでしょ、美しい、どう？いやもう長いことお世話になったんで、もういいです、テレビからお金はもらえませんって言って、俺全部タダでやってるもん、仕事タダだったからって手は抜かないよ、もちろん全力でやるよ、もちろん。これは俺は自分として生き方として美しいなと思っててね、美しく生きよう、美しく生きようね。それは今日ちょっと覚えました。頑張っていきましょう。美しく生きろ、あなたも。でした。しがみつくなら手放すときは手放せですね。